シンガーソングライターの鬼塚千尋41が28日に東京、渋谷区で救急車を蹴ったとして、器物損壊の疑いで警視庁に現行犯逮捕された件は不可解なことが多い。一番の謎は助けに来てくれたはずの救急車を蹴ったことだが、鬼塚を知る関係者からは、昔からの蹴り癖、という証言も出てきた。鬼塚は当時、現場近くで友人の女性とパチンコに興じていたという。 すると、女性が痙攣を起こし倒れたため、救急車を呼んで乗せていたところだったが、その救急車を蹴って逮捕された。救急車を待つ間に通行人の言動に切れて、救急車を蹴ってしまったというが、救急隊員の言動に切れて救急車を蹴るならまだしも、通行人の言動に切れて救急車を蹴ったことに疑問を持つ人は少なくない。だが、鬼塚を知る関係者は、昔から何か尺に触ると、 その辺にあるものをやたらめったら蹴っていました。蹴る対象のものは何でもよくて。それこそ、蹴り癖、とでも言っていいようなもの。だから、今回の報道を聞いた時には、切れた時に、たまたま近くにあったのが救急車だったのだろうなと思いました。と証言する、鬼塚キックは半ば見慣れたものでもあったというのだ。そういう行動を起こしてしまうのも、メンタル面での問題があるという。 前出の関係者は、今回は、薬物検査をしたと報じられていますが、薬物仕様の話は聞いたことがないし、やってないと思う。バル、鬼塚さん本人も言っているように、精神的に脆い面もあるし、独特の世界というか、ちょっと我々が持ち合わせていないような感覚を持っている。なので切れるところもわからない時がある。これまでもたびたびその気候っぷりが話題になったが、 それは今も健在のようだ。